んです、本日はですね、久々に86を乗りまして、まあね、天気もいいし、ドライブと行きたいところなんですが、はい、今日はメンテナンスをいたします。はい、もうね、正直エンジンオイルは定期的にやってるんですけども、ミッションオイルとあとはディフォイルですね。はい、すごくいい。うん、でエンジンのね、このキャブレーターのセッティングがちょっとね、やっぱね、冬のこう乾いた時に結構いい感じに、なるようにチューニングしてますんで、なんかね、非常にいい感じなんですよね。本当いい感じ。だからちょっとね、そのまあまあ楽しみですね。まあいつも通り、やっていきたいと思いますけれども。よいしょ。一つ言えることはね。それをちょっとね、やっときたいかなっていう感じでしょうかね。てな感じで、ちょっと楽しみですね。はい、これからですね、オイル交換するということで、まあエンジンオイルとデフオイル、ミッションオイルやっていきたいと思います。しらりといいのがありますね。いいのがありますね。ありがとうございます。はい、毎度おなじみ小宮さんでございます。今日はオイル交換をね、やっていきたいと思います。トルクで広がってます。
そこ縛る。そう。そんなこと言ったっけ俺。ちょっと水が入ってねこれ。ないですか。うん。そりゃそうだよ。買い時です。よかった。ええ。おいえ。買い替え時じゃなくてよかったっす。ミッション壊しちゃったら高くつくからな。そうなんですよね。うん。全然シャバシャバじゃないですか。ね、ちょっと水分入ってます。これなんで水分入ってんすか。やっぱり湿気でしょうね。ああ。クール&ホットの繰り返しだから湿気が入っちゃいますよね。ミッションとデフ抜けました。これから入れていきたいと思いますね。あとでちょっとかけてみましょうね。はい。
スポーツカーだし、ちょっとスポーティーな走りをしたい方はですね、ちょっと定期的に変えてあげるのがいいのかなと。やっぱりちょっとね、水が混じってたりみたいな感じらしいんですよ。まあ、その理由としても、なんかね、ミッションが温まったり冷えたりすると、やっぱろつ油というか、その湿気がですね、発生して、水が入ってしまうらしいんですよね。だからまあ定期的なお湯交換も大事かなという感じかなというところで、まあ、シフトを今入れた感じは全然いいかなと。ね。あとディファレンシャル、ディフですね。で、ディフの方もディフオイル入れたら、まあなんか、前まではちょっと、ギアの音とかしてたんですけど、まあそんなこともなくですね、綺麗に、回ってるんじゃないかなという感じかなというとこかな。まあでもそんな感じです。まあいい感じにね、ちょっと定期的、こうメンテナンスをしてあげると、ちょっとね、愛車も喜んでいただけるので、ぜひ皆さんね、定期的メンテナンスはしてみてください。はい、まあすっかりね、ゆっくり今日は一日、ガレージシャッフルとかね、86専門店の方に行って、まあちょっとやってたんで、まあね、のんびり、車ライフを過ごせたんじゃないでしょうかと。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。